で、俺、だからさ、さかなまくんさ、これ穴開いてて、俺ちょっと気になるんだけど、これなんか埋めらんないっつってたらさ、なんか電話なしたらさ、なんかすごくちょっと沈黙があってさ、はぁ、みたいな感じで、そこですかみたいな、なんか、穴気になる。そこはもう埋まってるもんだとばっかり思ってたんで、誰か繋がってるもんだと思ってたんで、とか言って、確かにそこ対策必要ですね、とか言って、なんか結構驚いてたよね。そうですよ。で、俺素人ゆえの、なんか、全く、全然素人っていうか、逆転の発想じゃないけど。いや、USB ダックの USB 入力使わないって、ちょっとない発想でしたね。これの出版当時は、実は型番が決まってなくて、DL103 とも書いてないんですね。すごいね。これ、どの意味から人工呼吸法の準則方法って何これ？ NHK 技術ハンドブックなんで、ほら。NHK の技術者とか公民館の人はもう絶対これ持ってるわけですよ。あーっと思った時にはこれを見れるわけですいや、だけど、これがすごく俺、なんかものすごくさ、気になっちゃったんだけどさ。なんていうんですかね、この重厚感というか、針を持った時の、こう、血液がサラサラになる感じがしますね。いかによどんでるかってことだよ、血液が。いや、オーディオって素敵だなと思うわけですよ。俺の方がもうトランス関係なの。脱トランスだからね。通称脱トラって言って脱トラ。誰も言ってないって。いや、でも脱トラ行くとですね、気分が楽ですね。気分がすごい楽。あれ結構、一つの難関になってるね、難関ですね。MC の。ある程度の汎用のもので、ローインピのものってヒュッてやるといいんだけど、いや、ローインピっつってもなんか本当にきちっと合わせるとどうなんだろうって思い出しちゃうわけですよ。そうすると、もう沼なんです。沼なんです。今、Bluetooth じゃないですか。じゃあ、スマホから Spotify に今、キャギャの圧縮音源が来て、で、そこから Bluetooth でさらに圧縮されて聞いてるわけじゃないですそうなんだよ。気持ち悪いよね。やっぱ気持ち悪く感じますよね。気持ち悪いよね。せめて、Bluetooth じゃなくて、そこロスレスで飛ばせればなって。まあ、じゃもう、非圧縮で飛ばせればなって思いま絶すね。対思うよね、それはね。できるアイテムを持できるアイテムがある。持ってきました。持ってきた。アナログからデジタルやって、デジタルからアナログ化してるじゃん。で、AD コンバートしてるわけよ。で、いや、これ、もしかして、外付け AD コンバーターにしたら、もっと変わる世界があるんだろうなっていうのが、もう10年以上思ってて。そしたらさ、菅野君がちょいちょいさ、なんか AD コンバーターの話するじゃない。なんか、オーディオ業界の中で AD コンバーターの話する人なんて皆無なんだよ。そうですね。で、だいたいさ、この回自体も AD コンバーターやる意味あるの的な、そういうのあるじゃん。まあ、そもそも、なんか DA コンバーターの話でさえそんなに話題に上らないのに、いわんや AD コンバーターっていう感じですね。これ、このくらい、この回絶対視聴者数少ないだろうなと思うんだけど、なんで AD なの？みたいなのがあるけど、何が本当かどうか置いといて、自分で普通に聞くならコロンビアで聞くよね。ですよこれが事実と違っていたとしても。結局コンテンポラリーが当時、リアでカッティングしたという事実が分かったとしても、分かったとしてもコロンビアで聞きく。ますよね。聞く。それはいいんじゃないですか、その趣味ですから。14ドル、15ドルぐらい。2000円ちょっとぐらいですね。また業界の中ではブレーキをかけるかのようなっていう。でもブレーキかかんないかかんないですよ。だってこんなん、見た目的にやって、こんなん好んで買う人なんてよっぽどのマニアじゃないと買わないですよ。そう、子供の前よりほど右な感じ。でも、これは安いから素晴らしいわ。大体さ、この回でルーンやろうっていうこと自体がもうかなり設定無理あるよね。なんかね、誰かもうちょっと、分かってる人が来て、で、ああ、なるほどねってこう、丁々発止の会話ができればいいけど、っていう感じでさ。ルーンは難しいんです。それはもう間違いない。難しいもの好きでしょ。だけ大好き。大好き。なんかさ、やっぱり対別すると素材の感じが俺の中ではすごく大事で、振動を止める制御系っていうのはやっぱ俺最終的にダメなの。なるほど。したがってカーボン系とかそういうのはもう全然もうダメになり、どっちかっていうと筐体ちょっと歌わせる、鳴らせる、で、不純物あってもいいから振動させたいっていう部分が結構あって、自分と真逆ですね。逆だろう逆ね。ですね。で、そうすると木とかが入ってくるわけよ。木はない、泣くじゃないですか、木の。で、
完全に不純だけど、なかなかいいでしょ。いいですね。これ年に1回ぐらいかけてもいいかもしれない。年に1回ぐらい、これ人が来るたびにかけたい。ちょっと、もうちょい上げてもいいかなと思うけど、それじゃ上げてももう怖いんだよ、俺。てか、ウーハーっていうのがツイッターが、ツイッターが危ないから。敵で、ツイッターを飛ばすって言いましたよね、昔なんか。あ、そう。だから、生ロクで。生ロクでなんか撮ったやつを流して、ピエーッとかにプスンって言って切れちゃう。切れちゃう、ツイッター。うわ、なんかでももういつもハラハラするっていうか、そんな聞かないんだけど、ちょっと焦ったけど、人のシステムながら焦る。焦る。うわーって。